日向坂46の松田好花が、週1日放送のパーソナリティを務めるラジオ番組、日向坂46、松田好花のオールナイトニッポン X、クロス、日本放送、毎週火曜深夜0時に出演。ライブ裏でのトラブルについて明かした、松田好花、5回目の日向祭のライブ裏明かす4月6日から7日の2日間。神奈川県横浜スタジアムにてデビュー5周年記念ライブ5回目の日向祭を開催した日向坂46。1日目には早着替えからの移動をする場面があり、2期生の曲を披露するために、まずメインステージで MC が終わった後にすぐ舞台裏にはけて、早着替え場で着替えて、そこから車に乗り込んでスペシャルステージの近くまで車で移動して、降りてエレベーターに乗って上まで上がって、エレベーター、降りてステージに行く、となんとも複雑な手順があったそう。移動も多いことから、入念にリハーサルも行い、シミュレーションも行ったと明かした。松田好花、トラブルあるも過去一良いパフォーマンス、そしてステージ当日、早着替えも実施し、車に乗り込むところまでは順調だったという松田。ところが、車から降りてエレベーターに乗るときに、エレベーターが全然来なくて、と言い、ずーっと使用中、っていう風に光ってる状況に直面。動かないエレベーターを前に降りてくるのかな、と不安になった松田は、エレベーターに書いてあった、再延長をした場合は、最後解除してください、という言葉を思い出し、解除しない限り、エレベーターがその階から動かない、と舞台監督に現状を報告する起点を聞かせたのだとか。しかし、ここでのロス時間を埋め合わせるため、みんな、走れる。と舞台監督から出た指示に、私たちもアドレナリンとかすっごい出てるから、はい、走れます。行きましょうって、と本番の合間ながら走ることになったメンバーたち。全力で階段を駆け上がり、なんとか間に合いはした、と振り返った。しかし、本番に間に合いほっとした気持ちと同時に、再延長、申した人に憎しみ。何をやってくれたんだっていう、気持ちがふつふつと湧き上がったとも口にした。その際のステージで披露したのが、Your Lane My Way という、松田曰く、クールめな、楽曲。その時は、みんな感情が乗って、多分過去一で良いみんなのパフォーマンスができてたんじゃないかと思います、と雨降って地固まる状況だったことを口にした。